ネリーと人形の町。どうも、リリです。今回ですね、こちらのネリーと人形の町というゲームを、プレイしていこうと思います。よろしくお願いします。では早速始めていきます。お父さん、ハッピーバースデーネリー。誕生日なのかな。ほら、新しい友達だよ。たいたちょちょちょい。すいません。大事にするんだよ、人形。その子はね、お守り人形って言うんだって。から守ってくれるんだって。何から守ってくれるんだろう。かわいい女の子。寂しい時もその子がいれば大丈夫。辛い目を見ても悲しいもきっとその子が助けてくれるよかな。これ昔の記憶ってこと？これからいろんながるとでも。どうか自由に育て。あ、気になるな。なになになに、起きて起きてよネリー。誰だろう。かわいいネリー。ちょっと音大きいかな。すいません、続きやっていきます。起きてよって言われたとこでね、誰かに呼ばれたような変な夢。呼ばれてたよね、さっきね。ネリー、中学生の女の子。とても真面目な性格で童話が好き。いいね、中学生なんだ。なんかもっと大人っぽく見えた。今日は何して過ごそうかな。何する、何して遊ぶ。こんにちは、チュートリアルです。急にびっくりした。矢印キーシフト押しっぱなしでダッシュ、マウスグリックダッシュ。ありがとうございます。XX がセーブロードアイテム確認キャンセル、 Z が白い決定。あ、 OK です。ありがとうございます。まずは部屋の中のものを調べてみよう。わかりました、ネリーね。なんか画面切れてたのを直しました。一旦セーブしよう。一旦ね。終わりにはしません。アイテムなんもないよね。 OK。 なんか、あ、メガネかけてんだね、上に。なるほど、間違えた。こっちだ。小さい時の誕生日にお父さんがプレゼントしてくれたお人形。大事な宝物。かわいいよね、このお人形。ふふ。お父さんたち元気かな。え、お父さん今一緒じゃないんだ。次会えるのいつだろう。会いたいね。あれ、あ、嘘。え、なになになに。え、怖っ。急に取れちゃったね、今ね。そんな予兆なかったよ。左腕取れちゃった。うわ、ショックだねこれは。どうしよう、どうする。直す、何かないかな。裁縫道具とかさ、裁縫道具。あ、これ操作説明ってさ。操作説明なんですね、この紙は。 OK です。オッケー、ありがとうございます。これはネリーへ。元気にしてますか。長い出張でしばらく一人にしてしまってごめんね。お仕事は忙しいけれど、お父さんもお母さんも元気です。今の仕事が片付いたら半年以内に帰れそう。ちゃんと勉強したり、おじさんとおばさんの言うこと聞いたりするんだよ。お土産いっぱい買ってくるからね。
お父さんより。お父さん今出張中なんだ。お母さんも一緒に行ってるってこと？浅い方セットあった、あったあった。え、大丈夫、大丈夫、大丈夫大丈夫、むずっ。ああ若いな若かったわ。やっぱ中学生だもんね。むずってなるよね。とりあえず針刺しとこう。え、腕に？それは大丈夫なの？大事な思い出の詰まった宝物なんだけどな。ネリーは裁縫できない系女子ね。ちょっと痛々しくないか、人形に針刺しっぱなしなのは。どこか直せるとこないかな。おとぎ話やファンタジーの本がいっぱいある。童話好きって言ってたもんね。ふふかわいい。ちょくちょくあるふふがかわいい。良い天気。天気がいいと気分上がるよね。クローゼットにはお気に入りの服が入ってる。え、中学生の女の子で、これ多分ネリーの部屋だよね。服少なくない？中学生の女の子いっぱい服持ってそうなイメージあるんだけどな。まあ人それぞれか。よし寝るか。ふかふかのベッド、まだ眠くないね。うん、そうだよね、さっき起きたもんね。ごめん。じゃあとりあえず出よう。いい家。お屋敷に住んでらっしゃるの？ここは自分の部屋じゃない。あ、入らないんだ。ちゃんとそこのね、プライベートというかプライバシーはちゃんと守るんですね。あ、右は何もないと。じゃあ左かな。左だ。ピアノがある。とんだ大金持ちですね。あ、すごい。ムスムスさんの提供なんですかね、 BGM は。読み方が分かんないです、すいません。そのまま左行こう。これは台所？ダイニングか。誰もいない。めっちゃ広いな。めっちゃ広い。一個一個見ていこう。何も選択できないですね。何も選択できないです。うん、何もない。この本が気になるよね、やっぱね。赤ずきんは思春期。いや、ちょっと全然予想してなかったわ。なんかレシピ本かなって思った。あのお食事どころっぽかったから勝手にレシピ本かなって思ったけど、まあいろんな本が置いてありますよ、そら赤ずきんは思春期だって。おばあちゃん、どうしておばあちゃんの目は大きいの？お前の可愛い顔をよーく見るためだよ。おばあちゃん、どうしておばあちゃんの鼻は大きいの？お前の匂いをよーく嗅ぐためだよ。え？私匂うの？あ、そういうことか。そういうことか。まさか、そんな、ちゃんとお風呂入ってるのに。そういうことじゃ、そういうことじゃないんだよな、赤ずきんちゃん。この年で体臭がきついなんて、お嫁に行けない。うん、赤ずきんちゃん。待って、赤ずきん待って、ごめん、おばあちゃんが悪かったおばあちゃんおばあちゃんも若いな。続く、あ、これは気になるわ、続きが。うん、なんもないね。じゃあ出ましょうか。あ、さっき見たわ、これ。こっちはなんもない。あ、なんもないね、なんもないね。ちょっと赤ずきんの思春期を読んだんでセーブします。さあ、あ、え、こっち、こっち玄関なんだ。おじさんとおばさん一緒に住んでるみたいな書いてなかった？さっき手紙で。会わなかったけど、どこ行ったらいいんだろう。何も選択はできないですね。これは
もないっす。あー誰かいるよ、誰かいる。おじいちゃん、おじいちゃん。君はファンタジーは好きかな。はい好きです。うちのネリーちゃんファンタジー大好きです。よろしくお願いします。おまじないとか占いとか魔法とか。ネリーちゃんちょっと、やめとこう。この人に関わるのちょっと危ない匂いがする。現実にあったら素敵だと思わんかね。いやまあ言いたいことはわかるんですけど、おじいさんよかった。なんか変な壺とかかわされそうで怖かったけどよかったわ。すっご、家の中すっご。こんにちは。あらかわいい、お花屋さん、こんにちは。ちょっと声が可愛くなかった。見てるとなんだか心がリラックス。そんな素敵なお花はいかが。買おうかな。ありがとうね。選ばせてはいただけないですね。きっと役に立つと思うよ。ありがとう。急に冷静になったね今ね。これはなんもない。あ、奥行けないですね。あ、めっちゃ入れるじゃん。でも何か情報が見れるわけでも、これはラフレシアかな。動物の森でいっぱい見た。ラフレシアは、スズランは見たことないけど。どうしようかな。とりあえず右下行く。この人に話しかけよう。お花屋さんにはお花屋さん以外の顔があるらしいの。ちょっと今会ってきたばっかりなんですけど、そんな怖いこと言う。知りたくなかったな。一体何者なのかしら。魔法使い、美少女戦士、ただのお姉さん。あ、そういうことね。それはちょっと知りたいかも。だったらなんか悪い方かなと思ったけど、美少女戦士とかやってそう。あの雰囲気、美少女戦士じゃないですか。そうかしら。あね。そうか、わかんないですけど。あなたは、あ、ちょ、あなたオカルト話好き。まあまあかな。この町ってね、大昔はたくさん魔法使いが住んでたらしいの。すごいな、すごいな。でもね、魔法使いは人間が嫌いだったから呪いをかけちゃったんだって。極端。嫌いだったから呪いをかけちゃったって、そんなんもう呪いをって。たくさんの人間が魔法使いの呪いで消えちゃったんだって。怖いね、普通にね。じゃああなたたちはどうやって生まれたんですか。あなたたち人間じゃないんですか。じゃあお父さん、サンタさんからのプレゼントのおもちゃが匂うよ。ちっちゃい子が匂うよって言う。サンタさんのバカ。ちょっと匂うだけでそんなに言う。サンタさんに対して、お前が父さんの靴下吊るすからじゃん。じゃあ君が悪い、ちっちゃい子が悪い。お父さんのバカ。それはしゃあないんだって。誰もが通る道なのよ。お父さんもなりたくてなったわけじゃないと思うからね。そんな言わないであげて。何でも他人のせいにするんじゃありません。それはそうかもしれんな。ちょっとこの子、他の選択肢選んでみていいかな。あ、待って。あ、待ちます。あ、全部一緒です。反応は全部一緒です。あ、なんか誰かいる。よしよし。賞味期限切れのやつはちょりきい。本当お願いだから買ってください。いっぱい仕入れたけど売れなかったんだね。あ、この周りのやつ全部そうってこと。全部仕入れたやつ。1週間この野菜出しっぱなしなんです。みんな生きるのに野菜必要でしょ。ベジタボーベジタボー。自分で使えば。じゃあ
1週間ってやばいぞ。しかも外でさ、普通だって冷蔵庫とかに直すでしょ。1週間外に出しっぱなしの野菜はちょっと、誰も買わんわ。そら仕入れすぎたんかな。もしかしてじゃあ売れたのこれだけ、この空いてる箱1個分だけ、もしかして。それはちょっと頑張って、たくさん売るの頑張ってください。あ、いっぱいいるじゃん。ここか、なんか人形屋さんっぽい。ここでなんか直してもらえそう。いけー、いけーや、ふー元気だね、元気だ。イエイイエーイ。何してんの、これ。あれじゃね、なんかカジノ系のさ、ギャンブルしてない？ちびっこっぽいけど見た感じ、ちびっこギャンブルしてない？おもちゃ屋のおじいちゃんって白がボーボーだけど何歳なのかな、白って言うんだ。おひげのこと白って言うのね。繊細だったりして、わー、そうかもまさに樹木の生き様よ樹木の生き様か、使おうかな今度それ。いや失礼だな多分。おじいちゃんに話しかける前にいろいろ見ていい？あ、なんか特に見れるわけでもないと。あ、はい、何も見れませんでした。このエレクトーンも何もないですね。このこれもギャンブル？ギャンブルって言い方良くないんかな。これちょっと赤ずきんの続きかな。違いました、読めませんでした。はい、あ、待って待って、気づかなかったけどいるわ。私お人形マニアなの。お人形はたくさん持ってるけど、どの店で買ってもらったどのお人形よりもここのが一番可愛いわ。心がこもってるって感じがするもの。だっておじいちゃん、お人形マニアの子が絶賛してるわ。すごい優しそう。いらっしゃい。おや、ネリーちゃん。ん？どうしたんだい？それは壊れちゃったのかい？どれどれ、見せてみなさい。この子は見たことない暴れ方だね。治りますか？おじいちゃんには治すのはちょっと難しいかな。ごめんね。そこをなんとか頼む。おじいさん、頭に負けそうなネジ刺さってますけど、おじいさんもしかして、ちょっとこの先は言わないでおこう。代わりに新しい子はどうかな。好きな子譲ってあげるよ。そうやって商売するんですね、おじいさん。私はこの人形がいいの。他のなんていらないの。あ、いいですじゃあ大丈夫です。大人でちゃんと断れるのは大事だから。そうかい、いいよ、大丈夫大丈夫。じゃあどうすんの。ちょ、こっち入れない、入れないね。どうしよう。どうしたらいいんだろう。あ、この子話しかけたっけ。ねえねえ、聞いた？森の中にね、ひっそりと秘密のお店があるらしいの。この町にはないお店よ。それでね、何のお店かっていうと、人形の専門店なんですって。専門店？へえ、全然興味ないやんへえの言い方が。いいこと聞いちゃった。そこなら直してもらえるかも。全然興味ありましたね。ありがとう。君の名前は全然教えてくれなかったけど、いいこと教えてくれてありがとう。そこに行きは、行ってきます。おーい、おーい、おー、あ、ここかな。明らかに怪しいですね、このいでたち。めちゃめちゃぴったり囲まれてるけど、絶対直すぞ。いかず、ね、オート消えたね。 BGM 消えると怖いよ。ちょっと大丈夫かな。あ、
そんなコンコンとか、ちょっと何、ハートが出てきた、怖いよ。どうもどうも、またまたチュートリアルですよ。はい、左上のハートはネリの心の落ち着き具合だよ。びっくりしたり怖い目にあったりすると減っていくよ。全部なくなるとゲームオーバーだから気をつけてね。え、怖いんですか？気をつけますけど、怖いんですか？ハートはお花を見たりして心を落ち着かせると回復できるよ。そんなに簡単に回復できるんですか？でもお花ってどこにあるんだろう。お花屋さんから見守ってるね。じゃあ頑張ってね。チュートリアルさん、お花屋さんのもう一つの顔ってもしかして、ちょっと怖いんだけど、ちょっと待って、セーブしよう。で、アイテム見て、これは、そうね、あの人形だね。で、これはお花屋さんで買った可愛いお花のコサージュ、見ていると不思議と安心する。ほんほんほん、うん、ちょっと緊張してきた。大丈夫かな。別に何かあるわけじゃないんだ。今一個一個見てるんだけど、何もあるわけじゃないんで、とりあえず怖いな。音ないの怖いな。何もないですね。これは、これ鍵が必要ですか？そうですね、鍵が必要です。なんもない？同じ2種類の人形しかないですね。あ、これはなんもないっす。音流してよ、なんか。明らかやばそうな人形あるけど。もう直行でそこ行っていい？この子よ、この子。これは？不気味な人形が置いてある。うん。ちゃんと指は5本あるんだね。ちょっと怖いな。そうね、ちょっと怖いね。誰もいないのかな。帰ろう。いや、もう帰らせてもらえないって。同じだね。いや、もう帰らせてもらえない絶対。うわーいうわーいうわーい、お前びっくりしたね。私もびっくりした今。ちょっと怖い怖い。直したかったね。うん、頑張って自分で調べて縫い物しよう。もう最初からね、ここ来なくてよかったんだって。ですよね。なんで、もう来るよ。君か。結構でかい、もしかしてあなた。なんかあるね。扉の鍵 A、 扉の鍵 A。結構ゆっくりなんだね、追いかけてくんのは。はい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 、オッケーオッケー、いいよ。あの怖いお人形動いた。ネリちゃんかわいいな。お化けだ、どうしよう。どっかに出口ないかな。やばいね、帰りたいね。逃げぞ。あ、お、これはなに？あ、ちょっと待って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 、話しかけるとこだったけどやっぱダメだよね。カラホー、カラホーだ。なに？あ、これが鍵になってる。どういうこと？わかんないわかんないわかんない、ね、書いてる書いてる、メモが貼ってある。あ、よかった、これを読んでるときは止まってくれるんだね。一箇所だけ継ぎはぎ、あるあるある、青いとこある。だからってどうするんですか？そこで何かしたらいいんですか？台の鍵、ありがとう。行くぞ。オッケー。
台の鍵ってこれ、ここここ OK。 はい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  OK。 いいよいいよいいよ。はい、うまい。扉の鍵 B B OK。 いいよ。はい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 。どこで使うんすか。あ、ここ行けんだ。 OK。 もしかしてこれ全部動く。何かの図わかんないねこれね。白青黒赤白12。はい、わかんないよ。メモが貼ってある。重ね順、上から上から。あ、そっか、12とか。そっかそっかそっか。白赤黒青白、白赤黒青白、白赤黒青白。覚えられるかな。白赤黒青白。なんすか。赤黄緑、はい、青。緑緑、白赤、白赤黒青白、白赤黒違うね。わかんないわかんない。とりあえず多分動くと思うんで。あ、動かない。動かない動かない。ちょ一回セーブしていい。タイミングおかしいけど一回していい。オッケーオッケーオッケー。安心、これで安心。一番端のこの子は、あ、動かないんだ。なんだろう。大きな扉、あ、開かないよね。そうですよね。え？緑とか黄色とかないじゃん。あ、わかりました。あのカラフルな部屋ですね。あのカラフルな部屋ですね。だとしても、わかんないですね。あ、待って。赤黄緑、はい、青。黒だと思ってるこの色は灰色ってこと。一回あのカラフル部屋、カラフルルームって言ってさ、もう一回さ見てこようよ。あれどこだったっけ。こっち。あ、灰色だ。何マスかってこと。それ数えんのやばくない。いや数えてもダメだよな。ここもうなんもないよね。なんもないわ。この子引き寄せてこっちに追いやって、でこう行く。あ、ダメだ。これ入ったらさ、あ、待って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 。それは罪だ。それは無理だ。動けなかったもん。どっからだろう。あ、オッケーオッケー。ここね。さあ、1、2で3、4、5って続くってこと。赤がちょっとちっちゃいんだよね。あの部屋の色が敷かれてる順番ってこと？
え？重ね順上から。重ね順。かなめ順しか知らんけど。かなめ順さんしかちょっとわかんないですけど。赤、黄色、青、赤、黄色、青、は、え、違うな。赤、赤じゃないな。黄色か、一番上。黄色、赤、灰色、青、緑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 。きたー嬉しい街の扉の鍵、これ動くんじゃない、鍵取ったからセーブします。動かなかった。オッケー。